ども、さあ今回はですね、ドアラさんの目線で募集就任イベントということなんですが、実はですね、日本、メニコンはですね、日本で初めて角膜コンタクトレンズを開発して以来、長年にわたりコンタクトレンズのパイオニア企業として業界をリードしてきました。実はメニコンは名古屋の企業なんです。皆さん知っていましたか？ドアラはもちろん知ってたよね。はい、ということで、さあ、ドアラさん、何か持ってきてくれましたが、何を持ってきたんですか？持ってない、持ってたよ、さっきまで。そう、ね、かわいい、ね、ミルとドラゴンズのね、オリジナルの食パンになっておりますが、中には、あ、チラシが入ってます。ちょっと見せてもらっていいですか？こちら、この、今回のね、このイベントも中に含まれてるんですけれども、今ですね、ミルに行ってなんかゲットしてみるキャンペーンというのを11月30日まで行っています。東海エリア限定企画と、あ、お先見せちゃった、今ちょっとお待ちの先ね、東海エリアの限定企画となっておりまして、ですね、企画中に、メニコン商品を含む7700円以上ご購入された方にはそれで早いんだって、まだこっちが先だからね、あのドアラの心得カレンダーミル編を先着80名にプレゼントってことで、カレンダーもあるんでしょ、中にね。これね、なんかこだわって今回のために作ったんでしょ。めちゃくちゃこだわってるって聞きましたがちょっとしか見せてくれない。せっかくだからね、中にはいっぱいこれのために撮ったお写真があるカレンダーになっていまして、先着、各県先着80名様ねえ、あっ、何もないじゃん、真っ白がめっきり、皆さんおーって言うから何かあるんかと思ったら、なかったなかった、あーおーまあね、まあ、もらった人のお楽しみということで、ぜひ期間中に、あ、思ってる人いるねえね、ぜひ皆さんも2024年、ね、来年ね、ドアラと一緒にこのカレンダーで過ごしていただきたいと思います。そして特典に抽選で、ドラゴンズの選手の直筆サイン入りユニフォームオアボールが当たるということで、羽生選手のサイン入りのユニフォームありますよ見せすぎなんだけど、ね、あとボールもあります、ね、こちらは抽選で当たるということで、お得がいっぱい、ぜひこの期間にお買い求めいただければと思います。さあ、そして、まあ、そのお話もしましょうか。ここに、館内には入場された方にはお配りさせていただいたんですけれども、なんと今回のドアラの、ね、名刺、ね、こちらもプレゼントいたしました。素敵な一言が、ね、書いてありますので、ぜひ大事にしてください。そしてですね、名刺の裏面、裏面ね、皆さんご覧いただけましたか？そっち裏見えないからね、あのクラブメニコンへの登録とアンケート回答をぜひお願いしたいということで、本当に簡単なアンケートになっており、見えない見えるでしょ、簡単なアンケートになってます。後日使えるメニコンのコインですね、プレゼントいたします。今日はね、残念ながら使えないんですが、ぜひ登録していただいてアンケートご回答いただき、ね、コインもゲットしてください。はい、ということで、続きまして、今日のドアラのスケジュールをちょっとね、皆さんにお知らせしたいと思いますが、この後はメニコンのクイズ大会をドアラでやっていきたいと思います。そしてクイズ大会終了後には、当選された方を対象にドアラとの写真撮影会があります。そして写真撮影会終了後には、なんと2階にあるメニコンのお店で即売会を行っていきます。ね、ドアラお手伝いしてくれるんだよね、即売会ね、時間がね、許す限りやってくれるということですので、ぜひ皆さんこの機会に、ちょっとね、ドアラも時間がね、あの限られていますので、お早い早いのでね、ずっとね、お店にいることはできないんですけれども、ぜひお早めにドアラが即売会やってくれるということなので、この機会にお店の方にも足を運んでいただければと思います。はい、ということで、ドアラ今日は忙しいですね、頑張っていきましょう。さあ、ということで、あ、もうお時間来てしまいましたので、いよいよ本題に入っていきたいと思いますそれでは改めまして、メニコンミルのワンデー宣伝部長に就任しました、ドアラさんです。大きな拍手をお願いします。あ、
せっかくなので集まってくれたお客さんにもね、一言ご挨拶をお願いしましょう。あの意気込みを、ね、お書きくださいって書いてあるよ。今日の意気込みね、気合い入れて。さあ、ね、気合い十分のドアラ宣伝部長、今日はどんな気持ちで今日のお仕事臨むんでしょうか。もういっぱい書いてくれてますね。お、長いね。なになに、おお、なになに。寒くなってきたのでみんなをしっかりあったかくしていきたい。おー、なーなー、すごい優しいね。さすが宣伝部長、なんかいつもと違うような気がする。いつもより気合入ってますね。じゃあ、ね、皆さん暖かくしていきましょう。さて、ここからですね、メニコンとメニコンミルのご紹介をいたします。メニコンは創業70周年、コンタクトレンズの企画、製造、販売まで総合メーカー企業となります。また販売店のミルは、ミルにこだわるをスローガンに掲げて展開するメニコン直営店とグループ販売店の総称です。ドアラと楽しくミルを知る、ミルグループに対する認知の向上に、東海エリアといえばドラゴンズとのお声が高い東海地区限定ならではのコラボを実現いたしました。現在実施中のミルドラゴンズコラボキャンペーンは11月1日から11月30日までやっています。東海エリア限定企画、ミルに行って何かゲットしてみるキャンペーンでは、限定グッズプレゼントや購入金額に応じてキャンペーン景品もできちゃいますので、ぜひお立ち寄りください。さあ、ということでね、先ほどともちょっと繰り返しになりましたけれども、あのキャンペーン気合入れて実施中ですので、ぜひお買い求めください。さあ、それではここからはもう一人スペシャルゲストがいます。呼んじゃいましょうか。はい、ミルクイズ大会を盛り上げてくれるメニコン公式キャラクターのメルスケです。どうぞね、ぜひあの宣伝部長と公式マスコットキャラクターのメルスケで仲良く、今日は ね、ほのぼのとした、ね、空気でやっていきたいと思います。ドアラどうですか、メルスケ久しぶりかな、ね、頭がとてもね、なんか透明でなんか綺麗ですね。いいね、これね。メルスケこんにちは、今日はよろしくお願いします。よろしくね、かわいらしい、ドアラもね、かわいらしいね。はい、じゃあ、 あのクイズ大会なんですけれども、もちろん答えはお客様に聞いていきたいと思います。正解した方にはプレゼントがあるということで、大丈夫ですか、用意されてます、プレゼントってありますよね。あ、それをプレゼント、ドアラの心へ、ね、カレンダーをなんと正解した方にプレゼントしちゃう、ね、それ大事だからあげないでね、まだ書くからね。で、いきたいと思います。さあ、ということで、あの答えが分かった方はその場で挙手をしてください。手を挙げてくれた人の中からね、一人ドアラに選んでいただきまして、ね、その人にこのステージで答えていただきたいと思います。まだ早いね、クイズいけないからね。はい、そしてクイズの答えはメルスケに教えてもらうのでよろしくお願いします。さあ、それではいきましょうね。いきますよ、ミルクイズ第1問。コンタクトレンズメーカーのメニコンはノアラさんと同じ出身です。何市の出身でしょうか、ということで、まず A は岡崎市、そして B は名古屋市。さあ、先ほどもちょっとお話に出ましたね。さあ、どっちか分かりますか。分かる人手を挙げてください。お、いっぱい。ドアラさん、誰にしよう。いいよ。おぉ、あ、近くまで行っちゃう。ちょっと線があってあれですが、おぉ、なんと大人のランディーなお父様。ちょっと線を上げようか。前来てください、どうぞ。バッチリ決めて
ちょっと足元気をつけてお越しください。いやーでも、ね、しっかりドラゴンズカラーでちょっと私も来いていいですか。ごめんね、マイコリオ。こんにちは。こんにちは。今日は何時から来てくれたんですか。9時半ぐらいです。早いですね。ドアラに会いに3時間ドアラに会いに来たんですか。わあ嬉しいね、ドアラ。ね、ドアラもね、かっこいいね。こっちに決めてきてくれたよ、朝からね。さあ、それでは答えを聞いていきたいと思います。メニコンはドアラと同じ出身、何市でしょうかということで、 A が岡崎市、 B が名古屋市ですが、どちらでしょうか。 B。B。さあ、それでは答えはメルスケ。メルスケ真ん中に行って、メルスケさん、答えはどっちでしょうか。 B、 大正解。おめでとうございます。わー、嬉しいね。ね、メルスケも嬉しいね。じゃあ、ドアラからプレゼントを渡していただきましょう。これお願いしますね。難しいね。まず A、 ベニーコンタクト。あらベニーコンタクト逆だったね、はい、英語でベニーコンタクト。そして B がベニーコンタクト。おお、どっちもありそう。これ難しいけど、ちょっとメルスケなんかヒントない。お、なんかつけた今。あ、なんか難しいね、これ。ヒントも難しい。ね、ごめんね。難しいことやらせちゃったね。わかるかな。皆さん、わかりますか。ね。さあ、ということで、答えわかる人、手を挙げてください。さあ、どうかな。ちょっと難しい問題だけど。ね。本当に単純に分かりやすい言葉がね、由来になってますからね。はい、じゃあドアラ誰にしようかな。ベニコン、どうする。悩んじゃうね。どうした。はーいって元気よくあげてください。どうぞどうぞ誰か一人選んで。どうする。いいよ、大人の人でもいいし、お子さんでも。一回ね、一回。あの辺、もう、じゃあ、お手振っている女の子にしようかな。ね、ドアラの耳つけてくれてる。おいで。なれるかな。難しいかも。ね、いいですけどね。ヒントも難しかったね、ちょっとね。あ、なんかピカピカ光ってる。ドアラの顔がピカピカ光ってる。じゃあ、お手手、ね、お友達のお手手のドアラがピカピカ光ってるね。はい。二人来てくれた。じゃあ、ご挨拶か。こんにちは。こんにちは。ありがとう。元気いっぱいこんにちはができました。じゃあ、お友達に答えを聞きたいと思います。メニコンの由来は A、 メニーコンタクト、 B、 メニーコンタクト、どっちかな。 B。 おお、 B。 じゃあメルスケ、どっちかを当ててあげてくださいね。さあ、正解は A と B どっちでしょうか。じゃーん、 B、 大正解。すごい、これはね、大人でも難しいと思うよね。え、友達は物知りですね。個別に2人来てくれたから2つあげて。はい、
スあるのでね。ありがとうございました。さあ見事に正解でしたね。すごいね。本当に難しかったけど、メニコンタクトが由来になっております。さあ続いていきましょう。クイズ第3問。メニコンが運営するコンタクトレンズ専門店の直営店やグループの販売店のブランド名がミルです。そのミルは愛知県内に何店舗あるでしょうか。ということで A は12店舗そして B が170店舗、うん、さあこれもちょっと難しい問題ですね。結構現実的に考えてくださいね、それをね、はい、A が12店舗 B が170店舗となっています。それでは分かる人手を挙げてください。お、決まってますね2回転振らないで、はい、ちょっと下の1階の人から選びましたね。そこにはいないね、お客さんね。さあ、ね、1階にいる皆さんの中から1人選んでください。さあ何店舗あるのかな。愛知県内だけの話ですよ。さあ誰にする。手振ってるね。手振ってるけどね、ドアラが手振るとみんなも振るよね。どうぞどうぞ、じゃあ一人選んで。誰か一人、誰にする。あの子、あ、じゃあ前の青いお洋服。うわー、自分に行った。もう何それ、登っちゃった。いいよ、合ってる合ってる。おいでねえ、変なことして。そう、上行ってないよ。どうしたの上行けないですね。こんにちは。こんにちは。どうした。あ、光ってない。ドアが光ってるのないね。ね、でも青いお洋服着てきてくれたよ。ドアがない。面白いね、ドアがね。じゃあお答え聞こうかな。さあ A の12店舗と B の170店舗、どっちかな。 A。 お、A。じゃあミルスケに答え聞こうか。ミルスケ A と B どっちですか。じゃーん、 A 大正解。すごいね、みんな嬉しいね、やったね。はい、お友達にもねプレゼント渡しましょう。はい、おめでとうございます。拍手。はい、ありがとう。光ってないね。はい、じゃあね、気をつけておりましょう。そう、見事にここまで全員正解ですよ。ね、メルスケも嬉しいよね。みんなメニコのことよく知ってますよ。じゃあ最後も行きましょう、全問正解狙ってね。ではクイズ第4問。ミルの紹介店、金山店はこのアスナル金山の1階と2階のどちらにありますか。これ簡単だね。ということで A が1階、 B が2階。さあカメニコンの金山店、どっちにあるか分かる人手を挙げてください。さあではどうなるか、お仕事ですよ。誰か1人をしっかりと当ててくださいみんな手を挙げて、分かってるよ、いっぱいね。どうする、見えないはーいってね、元気いっぱいみんなやってるよ違う、もっとピンとやれって厳しいね。そんな、みんな疲れるってね。手あげるの大変なんだよ。出て行った、下ろしてそうでしょ、あんまり時間ないよ。お仕事の時間長くなるよ。いいな、いいですか。はい、じゃあ分かる人。どうする、違う、何個もやらせるの、もう一回いくよ。はい、じゃあ分かる人。もう、どう、いいですか。上じゃない、それ上選手の人じゃないの、違うの、あの辺どの人？じゃタオルの人でいいかな？ちょっとなんかぐちゃぐちゃしてて、わかんなくなっちゃった。ね、
とネオ選手のタオル持ってるお兄さんかな。はい、なんかくるくるしてる。こちら来てください。はい、すいません、通してください。どこ行ってる。いな、いるね。考えの人くるくるしてるね。何もっとね、どこの話。あの建物、ホテルの話。リーダー来たので、はい、行きましょう。こんにちは。こんにちは。お兄さん、すごい高いですね。ね、なんでちっちゃく見せてるの。ね、じゃあ早速ちょっとね、お時間もあれなので行きたいと思います。メイニコンのアスナと金山店、1階と2階どちらにあるでしょうか。 B の2階で。 B の2階、ネルスケ。正解は A と B どっちですか。じゃん、 B 大正解です。ね、せっかくなんだから時間もあれだけど、はい、お兄さん大正解でした。おめでとうございます。ネルスケもあるし、なんかあんま急がせないで。はい、おめでとうございます。大きな拍手でお送りください。まあ時間はそうなんだけどね、はい、いろいろと。ということで皆さん大正解でね、たくさんカレンダーも渡せてよかったですね。またそして、ですね、この後写真撮影ありますからね。はい、でもその前にちょっとご紹介します。写真撮影の後にはドアラが特売会をやるんですけれども、ミニコンの商品購入と紹介しましたが、コンタクトレンズ以外にもケア商品や、あとはね、あるアロマ、カグラルというアロマもございまして、ね、ドアラもさっきこれどれがいいって選んだでしょ。ね、オリジナル、ブレンド制御の出てないけどね、そこにはそういうのないから。ドアラはね、あれどれだっけ、ドリームアイズっていうのがお気に入りで、ね、よくちょっと眠りたいんだよね、いっぱいね。ありがとうございます。ということでね、このアロマもありますので、ぜひコンタクト使わないよって方も、ね、素敵なアロマありますので、ぜひ店舗の方にも足を運びいただけたらと思います。はい、そこに用意してないからね、それは。さあ、ということでこの後はね、ネルスケも一緒に写真撮影をお手伝いしてくれるということで、ドアラとネルスケとの写真撮影会を行ってまいります。そしてで、写真立て終わった後に即売会を行います。では当選された方、ステージのここにもうお集まりいただきます。まだですかね。当選された今に来ていただければ、当選された方どうぞ、スマートフォンの DM の画面をご用意の上お越しいただければと思いますが、いらっしゃいますか。当選された方、すごい、ね、注目が見ちゃいますね、これ。当選された方はステージの右側の方にお越しください。あ、さっきのお兄さんも当選されてるんだ、ね、うわ、びっくり。さあ、そしてですね、お出口の方はですね、2箇所ご用意いたしますので、ぜひこの後の即売会の方へも足を運びいただければと思います。じゃあ、ドアラとネルスケ行きましょう。さあ、見事にね、当選された方なんですけれども、今回ですね、参加で10名が当選ということで、ね、かなり限られた人数にはなっております。はい、ありがとうございます。そしてですね、この後の即売会の方もですね、時間が限られておりますので、ドアラは即売会に出ているお時間もかなり限りがございます。先着数ございますので、なるべくお早めにお越しいただければと思います。もしドアラとツーショットがいいって方はおっしゃっていただければダメなの。メルスケも一緒ね。じゃあ、はい、もしご希望があったら、あ、ドアラとメルスケのツーショット、それはありなのね。それは
はい、自由に撮れるから今も、はい。ね、本当に今日は三崎は9時頃からいらっしゃってたとおっしゃってましたけれども、朝早くからたくさんの方お集まりいただきまして本当にありがとうございます。で今日はあの2回目のステージもあります。9時からとなっておりますので、ぜひこちらもお楽しみください。トラブルに当選された方を対象に写真撮影が行いまして、その後ノアラは2階の店舗の方で発売会を行っていきます。はい、